ダメですか。アンコールするぞ、アンコール。そうですか、アンコールしてください。時間。はい、すいません、ビールちゃうよ、これ、ゆずレモンですよ。まあ、そういう、一応今日ちょっと、小松駅前野外ということで。リズムジャックのライブもちょっと、イメチェンして、割とポピュラーな曲。今日選曲して5曲で、やろうっていう話で。そうですね。いつもちょっと、出だしなんかもう、ゴリゴリガリガリ。ちょっといかつい感じで行かしてもらってるんですけど、ちょっとね、近所迷惑も考えてポピュラーな聞きやすい感じで、まあ、また興味あったらそのゴリゴリジャックも見に来てくださいね。今日はポピュラージャックなんで、もちろんポピュラージャックも大好きなんで、僕らじゃんじゃんポピュラーな方向でも行きたいし、時にはゴリゴリの感じでも行きたいし、マッチでよくやってるんでお願いします。聞こえました？聞こえました。そういうわけで、ちょっとさらなる、チャレンジで、ちょうど、9日ぐらい前かな、そうですね、曲を作り出しまして、リズムジャック曲作ろう言うて作って、ちょっとできちゃったもんで、今日のラストにふさわしいんちゃうかなみたいな、新曲を、ラスト飾るのは新曲みたいな、初めての試み。初めてですねこれ、あれ「フォー」とか「フー」とか「いやいや」あ、お父さん後ろにいた。お父さんが頼りやから。ああ、すいません。やるぞ。そうそう、そういうのをします。ありがとう。まあそういうわけでラスト、ありがとうございました。リズムジャック、楽しかったです。新曲「ステップアップ」聴いてください。